店舗のレイライフデザインショップブルーハウスは、かつて株式会社ブルーハウスが北海道を中心に店舗を展開していた雑貨店。オタルオルゴールドを1967年8月、インテリアショップとして創業。北海道の各地に店舗を展開、日用品や家具、衣類、輸入雑貨など、幅広い品々を安価で販売至急成長。 また、小樽市で、小樽オルゴールドの経営も始める。しかしバブル崩壊後の経済不況で放漫経営が表面化。経営不振に陥り、1997年1月8日、負債総額238億4000万円を抱え、自己破産を申請、倒産。このニュースは、北海道民に大きな衝撃を与え、多数の取引先企業の連鎖倒産。 出店計画に伴った開発計画の撤回を招き、11月の北海道、拓殖銀行破綻も重なり、北海道経済に影響を与えた。しかし、オタルオルゴールドは、存続を求める声が多く、1999年に自己破産による会社生産から、会社構成法による再建に方針を転換。後に、会社構成計画が認可され、 社名を株式会社オタルオルゴールドに変更。会社構成手続きは2005年に終結。2008年には株式会社オルゴールドに再度社名変更した。なお、苫小牧市内の店舗は倒産後も独立し、営業を続けていたが、倒産から10年後の2007年3月に閉店。解説 HP1、解説 HP22000 年後売り業の倒産。 負債総額3兆5000億円を超え戦後、最悪に引く帝国データバンク、北海道エアフロント開発第3セクターの、経営株式会社オールゴールド会社情報、文化放送就職ナビ伝説のブルーハウス3番、ファーストゲイリー1999年12月24日号、いわきインターネット新聞タイムズ。ありがとうございます。